自閉の動画解放群今日は美味しい動画解放群ですね。こ一平ちゃんの夜店の焼きそば、大辛、辛いもの好きな私にとっては、これ嬉しいですね。じゃあこれから作ります。カップ焼きそばって、食べない人は食べないのかな読売新聞のペヤングの記事、まあ、なんか削除されたみたいですけど、お湯を注いだらソースの香りがすごく漂った。 この焼きそばのその構造を知ってれば、そんな記事書かないと思うんですよね。まあ、ちなみになんでソースの香りしないか。お湯を入れるとき、ソースまだ入ってないんですよね。ということでお湯入れましょうか。なんだろうね、あのー、まあ、記事書く人って、正直いろいろな分野を、この相手しないといけない。だから、ま、すべてを知ってるわけじゃないんですよね。まあ、一番いいのは、トヨタ自動車が言ってる現地現物ですよ。 ペヤングの記事書くんだったら、もうその現場をしっかり見て、現場をしっかり見て検証してれば、お湯を入れた。そこで匂いが漂う。なんなわけないですからね。今、お湯入れてますけど、ソースの匂い、全然しないですよ。それか、自分で作ってみたけど、ソースを先に入れてしまった。それか、もう 人にソース焼きそばというものを食べたことない。そういう人かもしれないですよね。どうなのかなあまり大騒ぎになってないということは、いわゆるその原理原則みたいな。あの原理原則で言ったら、すごく重要な事柄も、あのペヤングのその話も同じなんですよね。 現地現物、いわゆる見たまんま報道してなかった。報道じゃなくて、頭の中で作り上げた物語だった。そういうことであれば、一律になんか周りから叩かれないできないはずだけど、たかだかペヤングのソース焼きそば。そのぐらいだったらミスっても何も言われない。まあ、ちょっと騒ぎになってる程度。そのぐらいだけど、これが重要な記事だったら思いっきり叩かれますよ。まあ、そういうところからすると、いろいろな人って一般的に物を見ないのかな。このことだったら危ないけど、あのことだったら、 別に、両方とも原則は同じでも。あ、そら、こんなことありましたよ。あの、小型犬を捨ててる、山の中に、山中に放置してる、廃棄した、あのデ,ィディーラーじゃないかあの。ブリーダーか。ブリーダーが逮捕された。 それに対してけしからん。それでその一週間後ぐらいに、爬虫類とかを同じように廃棄した、この爬虫類のブリーダー、ペットショップ、その人が逮捕された。私はどっちも人のために育てたものを、自分たちが経営不振になったから、経営状態悪いからということで、捨てた。そういうことで、平等に考えてたんですけど、このある人は、チバオとか可愛いからか、可哀想だね、と言ってて、 爬虫類の方の話になると、爬虫類なんか飼ってる人の気が知れない。そっちになっちゃうんですよね。まあ、やっぱし、同じこと、同じことやってんのに、対象によって違うのかな。なんか、そんな見方しかできない、お湯切りの時間になりましたね。お湯切ってきました。ま、あ、この状態でもソースの香りなんかしないですよ。当たり前ですけど、これ切らないとソースの香りしないんですよね。ちなみになんかこのソース、赤いですよ。赤い。ということは、これが激辛の元なのかな。 ああ、やっぱし、それっぽい。激辛っぽい。これが激辛。なんか辛い気がする。20倍ということは、20倍じゃないか。大辛って書いてただけか。何を20倍って。前食べたらいいじゃん。唐辛子、キムチ系の香りがしてきますね。じゃ、まず、この状態で食べてみますか。うん。辛いです。結構辛い。これに振りかけかけましょうか。んなんか、振りかけの中にも赤いもの入ってますよ。 赤いもの入ってます。これでさらに辛み。あとはこのマヨネーズか。あの知らなかったけど焼きそばって私焼きそば UFO が一番シェアあると思ってたんですよね。一番売れてる。違うみたい。まあ、なんで焼きそば UFO が売れてるのかと思ったのは愛知県確かに売れてるみたい。大阪は焼きそば UFO 断突。関東ペヤング。北海道の方に行くと東洋水産ですね。まあ、なぜか東洋水産。ブランドいろいろかい、ブランドっていうか 名前変えてるんですけどね。北海道は焼きそば弁当とか、遠くの方はバゴーンとか、なんだろうね。というか食べましょう。辛いですよ。<laughs> うん、うん。<laughs> マヨネーズで緩和されてますね、結構。うわ、辛い。ないですね。まあ、辛いかな。異常な辛さじゃないです。<laughs> あ、あれいるよ。こいつ。最近デッソース買ったば、50、新しく買ったばっかりだから、結構、うん、赤さが綺麗。これ、時間が経つと色悪くなるんですよね。だから開封したら早く使い切りましょうって感じですね。タバスコも一緒ですよね。お得用で大瓶ってありますけど、買うと最後の方、色変だから、小瓶で使うのがいいのかなって。 辛くなりましたね。たぶん。うん。美味しい。うまい 美味しいですね。やっぱ辛いのいいですね。 美味しい。もう、大この瞬間いいですね。本当に美味しいと無言になっちゃいますよね。 うん。美味しかったです。辛い人好きな人、ぜひ、大辛、一平ちゃんの大辛食べてみてください。まあ、ただめっちゃくちゃ辛いってわけじゃないですので、まあ、なんかこういう追加のソース、入れると美味しいかもしれないですね。美味しい自閉の動画解放軍でした。自閉の動画解放軍、動画で解放とか、めっちゃええやん。